スファルト錆びた雨の匂いに吸い込まれてきそうで、ずっと怯えながら小さく膝を抱えて低い雲を眺めていた。あの日君がくれた優しささえなくしてしまうほど歪んだこの世界で、うつむきその時はいつでも僕がそばにいるから、君のために今すべてを捧げよう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。おい、さっきの音、東京タワーが倒れたんだって。マジで？どうしたの？本当に倒れちゃったんだね、東京タワー。学校の教室から見えたんです、東京タワー。この辺なの？未来ちゃんの通ってた学校、立花女学院です。本当？今向かってる避難所よ、そこ。そうなんですか？すごいね、未来ちゃん、名門中学じゃない。いえ、ギリギリ受かったようなもんで。改築したばかりなんだってね。だからこの辺の建物にしては被害が少なかったって自治体の人が言ってたわよ。建物は新しいけどデザインは昔っぽいんですよ。ママそれも気に入っちゃって。ママ言ってたよね、自分も行きたかった学校だって。だからお姉ちゃんが合格した時喜んで転んじゃったんだよ。転んだの？入学式の時の話なんですけど。ちょ、ママ！もう何にもないところで転ばないでよ、恥ずかしいなもう。やだ、どうしよう。無理してあんな高いヒール履いてくるから。痛そうな怪我だったよね。知らないけど、なんかその後ずっと不機嫌になっちゃって。きっと自分に腹が立ったんじゃないかな。自分の娘の入学式にそんなことになったら、私だったら泣いちゃうもん。似てそうだね。似てませんって、全然。はい、似てるよ。似てないってば。ママはもう行けるけ。近づかないでください。なんか自分の学校じゃないみたい。お水まだもらってない方はいませんか？お水もらってない方、喉が渇いたでしょ、お水どうぞ。どうも。
病院には行かれたんですか？ええ、行ったんですが、どこも混んでて見てもらえなくて。ここにも怪我している人いっぱいだね。この辺りって都内でもたくさん病院がある地域なんだけど、どこも混雑してるみたいね。信じられないよね。未来ちゃん、ここに通ってたんだもんね。はい、でもなんだか知らないところに来ちゃったみたいで。無理ないわ。でも私たちとしてはここに詳しい未来ちゃんがいてくれて心強いよ。うん、それに僕来たかったんだ、お姉ちゃんの学校。でも女の子の学校だから入れないと思ってた。文化祭の時とかなら入れるよ。ま、呼ばないけどね。はあ、そうだ、ユキ。ん？おいで、いいもの見せてあげる。あ？こっちこっち。ねえお姉ちゃん、何があるの？ステンドグラス、すっごく綺麗なんだから。スフレ言ってたんだ、メグ。ママがスフレ焼いてくれるんだって。メグとは仲がいいってわけじゃなかったし、ちょっと苦手かもって思ってたけど、だけどやだ、あんな悲しそうなメグはやだ。何もしてあげられなかった。何ができるんだろうね、私たちに。地震から1日が経ちましたが、各地の詳しい被害状況は依然こちらには入ってきておりません。しかし東京消防庁によりますと、焼失した家屋はおよそ2…夜になってもちっとも涼しくなりませんな。重傷者は8万人を超えているとの情報も。そうですね。でもほんのちょっとですが、涼しいところがあるんですよ。水のおかげですかね、ここだけは少し涼しいんです。いろいろ終わりかと思いますが、せめて今夜はゆっくり休んでください。あのおじいさんは？古市と言います。ご覧の通りの年寄りでして、何にもできませんから、せめて涼しいところを。
勇気に見せたかったステンドグラス。こんな風にキラキラして綺麗だった。誕生日のケーキじゃないけど、月は丸いのが好きだな。ホットケーキみたいで美味しそうだし。僕は三日月、名前が好き。あ、ねえ、知ってる？三日月のことをペーパームーンって言うらしいよ。へえ、なんで？知らない。あの光、ん？きっと古市さんね。また誰かをここへ案内してるんだわ。動かないで。よし。窓のそばの人は離れてください。ただいま余震とみられる地震がありました。火の取り扱い、建物の倒壊、落下物など十分。全くいつまで続くのかね。参りましたな。怪我をされた方はいませんか？窓ガラスが割れています。校舎へは近づかないようにしてください。やだ、もう平気よ、大丈夫だから。大きかったね。うん、二人とも偉いね。よく耐えてる。私たちはどんな時も約束守って離れ離れにならないようにしようね。怪我をされた方はいませんか？地元のボランティアの人なのね、古市さん。あ、感謝しなきゃね。あらあら、こんなところにいたのね。ありがとうございます、子供たちを守ってくださって。ああ、いえ。怪我はない？はい。怖かったでしょ？もう大丈夫だからね。パパもママもきっとすぐ迎えに来ますよ。そうそう、飴をあげましょうね。おばあちゃんね、ちゃんと買っておいたのよ。ほら。え、あ、ありがとうございます。はい、ありがとう。好きでしょ、その飴。うん。美佐子。あら、あなた。行動の中にいなさい。あそこは安全だから。奥様ですか？ええ、家内がご迷惑おかけしませんでしたか？いえ、全然。僕、飴もらっちゃった。どうぞ、皆さんで召し上がってください。さあ、行くよ。でもあなた、子供たちが。大丈夫、ここにいれば安全だから。さあ。で、あのおばあさん。大丈夫、こっちまでは飛んでこないわ。ちーちゃん、こーちゃん。
だよ。でも子供たちが。いいから。ちっちゃ。美佐子、もうよしなさい。古市さん。ああどうも。大丈夫でしたか。ええ、おけがは。大丈夫です。さあ美佐子、行くよ。ねえ、あのおばあちゃん、僕たちのことちーちゃん、こうちゃんって呼んでたね。うん、多分お孫さんと勘違いされているんだと思います。古市さん、昨日の地震でお孫さんを亡くされているんです。たまたま地方からお孫さんたちが遊びに来ていたそうで。ちいちゃん、こうちゃん、きっとおつらいに違いないんですけど、それでもいろいろと動き回ってくださって、私たちも見習わなきゃ。もし水とか毛布が必要でしたら、グラウンドのテントの方に行ってみてください。あちこちから集めたのがありますから。ありがとうございます。あ、そうだ、食事はもうされました？もうじきグラウンドの方でカレーうどん食べられますよ。みんな地震で大変なはずなのに、ありがたいね、本当に。ないですか。ちっとも。私にも何か。喉乾くでしょう。お水いかがです。ありがとうございます。いただきますね。本当に助かります。皆さんも大変なのに。いやいや、こんなことぐらいしかできませんから。どうしたの？だっておじいさん大変なのに。お聞きになりましたか。ええ。岡山にいる娘の子供たちでしてね、向こうは揺れもごくごく小さかったそうで、私が呼んでしまったばっかりにかわいそうなことをしました。お嬢ちゃんたちよりは少し大きな子たちだったんですが、家内にしてみればいつまでも小さな子供だったのでしょう。お嬢さんたちが無事でよかった。死ぬべきは私でした。生きてほしい、お若い方々に。
すごいね、古市さん。なのに私はめぐに何もしてあげられなかった。こっちおいで。あるんですね、こんな時でもできること。うん、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。通信手段は復旧せず、家族の行方が心配です。